北西航路、ニューヨーク東京間の航路。パナマ運河経由では、約 18,200km。北西航路経由では、約 14,000km。北西航路は、北アメリカ大陸の北方を通って、大西洋と太平洋を結ぶ航路である。ユーラシア大陸の北を通って、大西洋と太平洋を結ぶ、北極海航路と対を成す。北西航路とは、 北アメリカ大陸の北側にあるカナダ北極諸島の間を抜けて太平洋と大西洋を結ぶ航路のことでありヨーロッパから北西へ伸びる航路であることからその名がついたこの航路はヨーロッパから見て北東へ伸びユーラシア大陸の北側を通って太平洋と大西洋を結ぶ北極海航路と位置体なす具体的には北太平洋側のベーリング海峡から 北西航路を通る場合の順に通過する。北極諸島を貫く海峡群を通るには、マクルワー海峡、ディーズ海峡、プリンスオブウェールズ海峡など5つから7つの異なる航路があるが、水深が浅く大型船の航海に向かないところもある。なお、北極諸島の島々やカナダ本土を隔てる海峡を北西航路の一部と呼ぶこともある。 大航海時代の16世紀以来、ヨーロッパとアジアを結ぶ体験航路であり、最短航路になり得ると考えられた北西航路の発見に多くの探検家が挑んできた。北極や北アメリカ沿岸の探検に向かった航海者たちの動機の多くは北西航路の発見であり、彼らの探検の過程でカナダ北部やアラスカなどの姿がわかるようになった。しかし、 北極海は夏でも溶けない流氷、海氷や氷山があり、船が氷に閉じ込められ、押し潰されることもあるなどその環境は過酷で非常に多くの探検家が犠牲となり、20世紀まで横断航海に成功した者はいなかった。最初に北西航路を船で横断した人物は南極点到達でも有名なロアールアムンセンである。 彼は1903年から1906年にかけて小さな船で大西洋から太平洋へと抜ける航海を成功させた。近年、全地球的な気候変動により北極圏が温暖化し、北極海の氷の範囲が縮小し氷結する期間も減り、再氷船でなくても北西航路が航行可能になってきた。2007年8月21日には、 流氷の減少により、砕氷船なしで、北西航路が全て通れる状態になった。ノルウェー局地研究所によれば、これは1972年の記録開始以来、初めての事態であった。今後北西航路の開発が進み従来の、スエズ・パナマ経由航路より距離が短い定期航路が、作られれば、時間や、 燃料費を節約できるため世界の海運や物流が大きく変わると見られる。また、北極海の沿岸や海底に眠る資源開発も容易になると期待される。しかしこの海域をめぐる領有権問題が事態を難しくしている。カナダ政府は北西航路の一部をカナダの領海にあたる内水としているが、多くの国はこれらの海峡を自由な国際航行の 可能な国際海峡であるとして対立している。古地図に描かれた、想像上のアニアン海峡、地図左上。フレデリック・デ・ウィズ、1670年頃15世紀終わりから20世紀にかけて、欧州列強諸国は航海者や探検家を各対応に送り出し、東アジアに向かう回路を発見しようとした、いわゆる大航海時代である。 その中で、アフリカ大陸南端の希望峰から、インド洋に出る航路、大西洋を横断し、メキシコ東岸に到着、さらに西岸から、太平洋の向こうのアジアに至る航路が、スペインやポルトガルによって開発されていたが、それを決定づけたのが1494年、ローマ教皇アレクサンデル6世の仲介でスペインとポルトガルの間に結ばれたトルデシリアス条約である。 これにより、ヨーロッパ以外の新発見の土地の両国間での分割が取り決められフランス、オランダ、イギリスといった後発の諸国は、新領土の獲得競争からも、既存のアフリカ周り、南アメリカ周りのアジア行き航路からも締め出された。事態を打開し、より短いアジアへの航路を発見すべく、イギリスはヨーロッパから北西に向かい来たアメリカの北岸を回ってアジアに至る。 仮設上の航路を北西航路、ヨーロッパから北東へ向かいシベリア沖を経て、アジアに至る同じく仮設上の航路を北東航路と、呼び、とりわけ北西航路の発見を目指した。すでに、中南米を確保していたスペインも、イギリスやフランスより先に、北西航路を発見しようとした。こうして、アジアへの最短航路発見の夢が、 ヨーロッパ人による北アメリカ大陸の東海岸と西海岸に対する探検活動の動機となる。当初、探検家たちは北アメリカ大陸中央部を横断する海峡や河川の発見を目指したが、そういうものがないことがわかると、北の方からアメリカ大陸を回る北西航路の探索に注目した。今日では、国間の地とわかっている北極圏において、 根拠もなく安定した航路の存在が信じられていたわけではない。例えば下記においては白夜により夜間の気温低下が発生しないため北極点周辺の海は欠氷しないという推論や18世紀半ばジェームズ・クックの報告により南極海の氷山が真水でできていることがわかり海水は凍らないという仮説が存在した。 このような原因で、北極海中央が海水面であるとすれば、流氷や氷結によって航行が阻害されるのは、大陸周辺の一部海域のみということになり、航路の設定も可能なはずとされた。また海流や海路についての研究を成し遂げた19世紀半ばの、アメリカ海洋学の父マシュー・フォンテーン・モーリーは、北、大西洋で捕獲されたクジラから、来た。 太平洋の捕鯨船の森が見つかったことから、太平洋と大西洋が北極海でつながっていると推論し、北西航路や北東航路の可能性を主張した。同時に、モーリーは、メキシコ湾流や黒潮など北方へ向かう暖流が北極海で海面に上昇すると考え、北極点付近には氷がなく、航行可能な海水域が広がっていると推論した。このように、 北西航路の存在は当時としては妥当とされた科学的考察に基づいたものだったのである。こうした説が広く信じられたことから何世紀にもわたり北西航路を求めて極寒の海に探検隊が送り続けられることになる。彼らの中には悲惨な失敗をたどった者も,も少なくない。特に有名な失敗は1845年に 出発したジョン・フランクリンによる北西航路探検隊の全滅である。1906年になりようやくロアール・アムーンセンがヨア号でグリーンランドからアラスカまで航海することに成功した。これ以後、氷圧に耐えられる船による航海が何度も行われている。北欧のバイキングたちは西への航海の末にグリーンランドへ入植し、 さらに北を呼び、西への航海を進めた結果、エルズミーア島、スクレリング島、ルイン島にまで到達した。彼らは、スクレリングと呼ぶ、先住民たちとの交易や、怪獣の狩猟を行う一方、スクレリングたちと、しばしば対立したことが記録に残っている。しかし商標期の到来を一員としてバイキングは、グリーンランドを放棄し、 この先へのヨーロッパ人による航海は15世紀末まで途絶える。バイキングの佐賀が記録された時代からおよそ2世紀の間は中世の温暖期と呼ばれ、14世紀以降の商標期より確実に暖かく、北極の一部地域は20世紀前半よりも暖かかった可能性がある。また中世の温暖期は現在と海水準が異なった。 北極地域の氷床が薄くなったため、その下の陸地が重みが取れた反動で20メートルは高くなったと見られる。ヘンリー・ハドソンの1610年から1611年の航海に基づくグリーンランド、北米の地図記録に残っている中で、北西航路を発見しようという最初の試みは、ジョン・カボットによる1497年の航海である。 イングランド王ヘンリー7世はカボットオリエントへの直通航路を探すために派遣した。1576年、イギリスが派遣したマーティン・フロービッシャーは、北西航路を求めて、アメリカ北部へ3回航海し、カナダ北極諸島に達したが先には進めなかった。バフィン島南部のフロービッシャー1は、この地に到達した、フロービッシャーの名に由来する。 北西航路の発見の可能性についての論文、中国に至る新航路の発見を論図の著者で、フロビッシャーの講演者でもあったハンフリー・ギルバートは1583年、北、大西洋を横断して、ニューファンドランド島をイギリス領と宣言した。1585年8月8日、イギリス人探検家のジョン・デイビスは、バフィン島の東部のカンバーランド湾に入り、 バフィン島とグリーンランドの間のデービス海峡の通過に成功した。北アメリカ東海岸には大きな河口や湾が多く、これらが奥で北アメリカ大陸を横断する海峡に繋がっているのではないかという期待もあった。ジャック・カルティエのセントローレンス川探検も当初は大陸を横断する水路の発見を期待してのものだった。カルティエは セントローレンス川を北西航路だと信じようとし、モントリオール付近で急流に行く手を阻まれた時には、これが中国への道を阻むものだと考えて、中国の急流と名付けた。これが、現在のラピッド・ドゥラシーヌと呼ばれる、急流地帯である。ヘンリー・ハドソンは、イギリス東インド会社や、オランダ東インド会社などに雇われ、北西航路や北東航路を求めて何度も、 北極海や北アメリカ沿岸の探検に挑んだ。ハドソン川も1609年に東海岸探検の過程で発見されたが、これも太平洋に続く水路ではなかった。1610年には再び北極海に挑み、怒りに狂う魚見と呼ばれた流れの激しいハドソン海峡を越えてついにハドソン湾に達したが、氷に阻まれこの先に進むことはできず、 ハドソン自身は、船員の反乱に藍船を下ろされ行方不明となった。アニアン海峡の創造図北西航路を発見する、試みの多くは、ヨーロッパや北米東海岸を起点として西へ進もうという、ものだったが、西側からの北西航路探検も進められた。1539年、メキシコを征服した、スペイン人探検家、エルナン・コルテスは、フランシスコでウヨアを、 西海岸へ派遣し、北アメリカ沿岸の探検を命じた。ウヨアは、アカプルコを出港して、太平洋岸沿いに北上し、カリフォルニア湾内を進んだが、湾の北端に達してしまいその先への出口を発見できず、バハカリフォルニア半島を回って帰ってきた。湾の北端を発見したというウヨアの報告は、バハカリフォルニア半島が、カリフォルニア島という島であるという通説を、 覆すには至らず、かえって、カリフォルニア島を描いた、地図作りに利用されたほか、カリフォルニア湾こそ、北、アメリカを貫き東海岸のセントローレンス湾へと、続く想像上の海峡の南端部分だ、という通説を補強してしまった。ウヨアは、以後数世紀続く、アニアン海峡探索の先駆者となった。アニアン海峡という架空の海峡の名は、 マルコ・ポーロの東方見聞録の1559年に出版された版に登場する中国の地名アニアに由来するとみられる。アニアン海峡はイタリアの地図制作者ジャコモガ・スタルディが1562年頃発行した地図に初めて登場し5年後のボロニーニ・ザルティエリーの発行した地図にはアジアとアメリカの間に狭く曲がりくねったアニアン海峡が登場する。 ヨーロッパ人の想像の中でアニアン海峡は次第に大きくなり機体の大破案の宮殿とヨーロッパを直結する航路となった。アニアン海峡の南端は井戸から見るとおおよそ現在のサンディエゴ付近に置かれていた。戦術のジャック・カルティエ及びハンフリー・ギルバートラ来た。 アメリカ北東部海岸を探検した航海者らも、アニアン海峡を通じたアジア交易を求めて、アメリカを探検したとされる。フランシス・ドレークも1579年に、北アメリカの太平洋岸を航海し、アニアン海峡の西出口を探した。1592年には、ギリシャ人航海し、ファンデフカが、アニアン海峡の入り口を見つけ、北の海へ往復して帰ってきたと主張した。 また1640年には、スペイン人、バンソロミューデ・フォンテモハドソン湾から、太平洋へ、アニアン海峡を通って航海したと主張した。1765年に作成された、地球儀。北米大陸の北方はまだ様子がわからず、想像上の海峡や海が描かれている一方、ロシアでは、1648年にセミョンでジニオフが、東シベリアのコリマ川川口から、 北極海を経て、畜地半島東側へ向かう航海を行い、アラスカとユーラシアが海で隔てられていることを発見したが、この記録は19世紀後半まで忘れられたままになった。1728年、ロシア帝国海軍の士官であったデンマーク人ビトゥスベーリングは、デジニョフが使った海峡を発見して、アラスカとユーラシアの間が陸続きでないことを再確認し、 この海峡は、ベーリングの名を取って、ベーリング海峡と呼ばれるようになった。ベーリングは1741年には、アレクセイ・チリコフと共に、カムチャツカ半島を立ちアラスカ探検に再び向かったが、ベーリングと、チリコフの船は途中では、ぐれてしまった。チリコフは、南方のアレキサンダー諸島にまで流され、アリューシャン列島のいくつかの島に到達した。一方、ベーリングは、 アラスカ本土からアリューシャン列島を測量したが途中で解決病のため多くの死者を出し西へ戻ろうとした探検隊はコマンドル諸島へ流されベーリングも死にカムチャツカに戻った隊員はわずかであった1762年イギリスの貿易船オクタビウスは危険を犯して西から北西航路を通過しようとしベーリング海峡に入ったとされるが海氷に行く手を 阻まれ、進めなくなってしまった。13年後の1775年、グリーンランド近海で、捕鯨船ヘラルド号が漂流中のオクタビウス号を発見し、甲板の下で凍りついた乗組員の遺体を発見した。オクタビウス号は、西洋の船としては、最初に北西航路を西から東へ通過したことになる。スペイン船は十八世紀後半、メキシコを拠点に、 北米大陸の北西岸をたびたび航海した。その動機の一つは、ロシアのアラスカ進出とカリフォルニアへの南下に対する警戒であったが、その他の動機にはやはり北西航路の発見があった。スペイン人による探検のうち重要なものには、1775年から1779年にかけて北西航路の生誕を見つけるための調査を行った。 ファンフランシスコでラ・ボデガイ・クワドラの公開がある。1775年にクワドラの副官として使えた、フランシスコ・アントニオモーレルの日誌は、経緯は不明だが、イギリス人の手に渡り、英語に訳され、ロンドンで出版され、後に、ジェームズ・クックも、北米西海岸の探検の参考とした。1791年には、アレッサンドロ・マラスピナが、アラスカ南東部にあり、 北西航路の入り口とも噂されていたヤクタトワンに達した。1790年と1791年には、フランシスコ・デ・エリサが同じく北西航路の入り口の可能性があるとされたファンデフカ海峡を公開し、ジョージア海峡を発見した。この内海を完全に探検するために、1792年に、ディオニシオ・アルカラガリアーノの探検隊が、 北西航路の可能性のあるすべての海峡や入り江の調査を命じられ、ジョージア海峡に送られている。1745年、イギリスは北西航路の発見者に賞金を出す法案を成立させ、1775年の法案延長時には賞金は2万ポンドに上積みされた。1776年、この賞金を得ようとしたイギリスの海軍本部は、 ジェームズ・クックを航海へと派遣した。クックは二度の太平洋航海を行って引退していたため、当初はチャールズ・クラークが航海を指揮し、クックは顧問として本国から支援する予定であったが、クックはベーリングの航海結果に探検欲を刺激され、結局経験のあるクックがクラークを従えて航海に出ることになった。この航海に同行した士官には、ウィリアム・ブライ、 ジョージ・バンクーバー、ジョンゴアといった後のイギリス海軍の探検家となる者たちも参加していたが、彼らは北西航路の存在は証明できないと考えていた。クックの乗ったレゾリューション号太平洋を航海し、ヨーロッパ人として初めてハワイに到達し、1777年4月にルートカワンを出たクックは、北西航路を西から東へ航行するためまず北米に視界岸沿いに、 北へ向かい、ロシア人たちが40年前に通った、アラスカの沿岸の詳細な海図を作成し、学術調査を行った。海軍本部の命令は、北緯65度に達するまでは、途中の川や入り江は無視せよとの内容だった。しかし一行が、北緯65度に達する前に、海岸線は南西方向へ向きを変え、一行は井戸の低い方へと押しやられていった。 ゴアはクックを説得し、航路を見つける望みを託して、北へ切れ込んだ、クックワンへと入っていったがその先は行き止まりであった。一行は、海岸線に沿って、さらに南西へ進み、ついに、アラスカ半島の先端を越えベーリング海へと入る、ことができた。だが、北緯65度を越え、70度に達したところで、ベーリング海峡の氷山と流氷に行く手を阻まれ、 その先に進むことはできなかった。クックラは、ロシア人たちの発表した、見せかけだけの発見と、地理学上の幻想に過ぎなかった、北西航路を呪いながら、ハワイ諸島に戻った。クックは、ハワイで戦没し、クラークラは再度ベーリング海峡に挑戦したが、失敗し、一行はイギリスへ戻った。1791年から1795年に、かけて、 ジョージ・バンクーバーは、ヌート・カワニやハワイ、サンフランシスコなどを拠点に、ブリティッシュ・コロンビアを中心とした、北米西海岸を探検し海岸線の調査を行い、ベーリング海峡以南には、北西航路へ抜ける水路は存在しないことを明らかにした。この結論は、カナダ内陸から北極海までの広い範囲を探検し、1793年に陸路で、 カナダの太平洋岸へ到達したアレグザンダー・マッケンジーの記録によって裏付けられた。氷の海、カスパー・ダービット・フリードリヒ、1823年頃。ウィリアム・エドワード・パリーの1820年から1821年のベーリング海峡探検記録に強い印象を受けて描かれた絵画。海面に突き出した氷の下に流氷に押し潰された。 探検隊の船が見える19世紀前半、ベーリング海峡の北のカナダ沖北極海を、ジョン・ロス、ウィリアム・エドワード・パリー、ジェームズ・クラーク・ロスなどの探検隊が航行した。ジョン・ロスは、一直線に続く、北西航路の生誕にあたるランカスター海峡に、到達しているが、行き止まりと判断して引き返している。また、ジョン・フランクリン、ジョージ・バック、ピーター・ウォレンディーズ、 トーマス・シンプソンらは陸路で北極海沿岸を探検し、次第にカナダの北極海沿岸の姿が明らかになった。1825年にはフレデリック・ウィリアム・ビーチがアラスカの北極海岸を探検し、バロー岬を発見した。しかし、北西航路の横断航海をしようという試みは、すべて失敗し多くの犠牲を出した。のジョン・フランク・リン探検隊は、 そのもっとも有名かつ生産な例である。実際の北西航路を発見した人物として、イギリスの探検家、ロバート・マクルアーの名が挙げられる。1851年、フランクリン隊の捜索にやってきたマクルアーらは、バンクス島からマクルアー海峡を隔てて、メルビル島を死認した。マクルアー海峡は、カナダ北極諸島の西の出口であり、 北西航路の一部をなす水路であったが、当時の船ではこの海峡を通ることはできず、マクルアーラの船も氷に閉じ込められる結果となった。彼らは結局、東側から同じ海峡に入って出られなくなった、別のイギリス海軍の探検隊に助けられ、船を放棄して、ソリと徒歩で北西航路を横断した。北極諸島の東の入り口にあたるランカスター海峡と、 西南の出口にあたるドルフィンユニオン海峡を結ぶ水路は、ハドソン湾会社の社員で犬ぞりを使って、極北の陸地を探検した、ジョンレイによって1854年に発見された。フランクリン隊の隊員が残したメモ。1847年夏及び1848年春の日付の記述がある1845年。 十分な装備を整えた二隻の軍艦が、ジョン・フランクリン卿に引きられて、イギリスから、カナダの北極海への探検に出航した。この航海は、北西航路の最後に残った不明箇所の海図を作る、ことが目的だった。フランクリン自身や他の探検家たちによる調査で、カナダ北極海沿岸の未踏の海岸線は、あと 500km を残すほどになっており、暖房や、 食料も豊富に持った探検隊は成功の自信に満ちていた。しかし3年経っても探検隊は戻らず、数多くの救助隊や捜索隊が艦隊を組んで、彼らの行方を探して北極に向かったが、さらに多くの遭難者を出す結果になった。しかしこれらの捜索隊が北極諸島にある未知の島や海峡を多く発見し、 北西航路の残りの海図を作成している。129人の探検隊が北西航路のどこに消えたのかという謎は大衆の想像力を刺激し、夫の遭難を信じず慈悲で捜索隊を組織するフランクリン夫人はイギリス中の注目を集めた。探検隊の出発から14年後の1859年、フランクリン夫人が組織したマクリントック隊は、 航路の中間にあるキング・ウィリアム島で探検隊のノートや膨大な遺品、雪原に連なる遺骨を発見し、探検隊が全滅したことや全滅するに至った道のりが明らかになった。メモによれば艦隊は1845年から46年にかけてデボン島南西のビーチイ島で通し、この際に3人の水夫が結核で死に、ビーチイ島に墓が作られた。 艦隊は南西へ向かったが1846年9月に、キング・イリアム島付近の海域で氷に閉じ込められ、脱出不可能となった。翌1847年の夏にフランクリンは死に、船は氷から脱出できないまま1848年を迎えた。100人ほどになった生存者は1848年の春に船を放棄して、ソリで、 カナダ本土を目指したというところでメモは終わっているが、その後節限を更新する最中、次々と飢餓や解決病に倒れたと見られる。さらに、8000個も用意していた缶詰は雑なハンダ漬けのために鉛がハンダから食料へ溶け出し、隊員は鉛中毒で体や精神に異常をきたした末に全滅に至ったと推定されている。 ビーチー島に埋葬されていたスイフの遺体からは、高い濃度の鉛が発見されており、1846年、初めの時点で、鉛中毒が始まっていたとみられる。鉛中毒ではなく、ボツリヌス菌中毒が、探検体全滅の原因になったとする調査もある。また近年の調査では、最後の時点で、人肉食が起こったとする証拠も発見されている。 ジョニー・エレット・ミレイによる、絵画北西航路。航路探検の失敗に対する、イギリス人の苛立ちが現れている行方不明になった、フランクリン隊を探す、捜索隊のうち、イギリス海軍のロバート・マクルアー率いる捜索隊は、1850年から1854年に、かけて西から東へ、北西航路を横断した。 これは船だけでなく、部分的にソリを使った通過だった。マクル・アーラの捜索隊は HMS インベスティゲーター、号で1849年の12月に、イギリスを出港し、ホーン岬を回って、太平洋へで、ベーリング海峡を通過して、北極海へと入った。北極諸島の西端のバンクス島に達し、東へと続く海峡を発見したものの、 バンクス島の先のバイカウントメルビル、海峡西端付近で船が氷に閉じ込められ、3年間、この海域で撤唐する羽目になった。寒さと飢餓に苦しむマクルアー飛ぶ形は、脱出の準備をしていたところを、イギリス海軍のエドワード・ベルチャー卿の隊員たちに発見された。ベルチャーも同じく、フランクリン隊の捜索のために4隻の艦隊で、大西洋側から、 北西航路へと向かったが、バイカウントメルビル海峡で氷に閉じ込められ船のいくつかを放棄し、氷上を恐りで移動していたところだった。マクルアーたちは、ベルチャー隊と共にベルチャーの船へ移り、北西航路を東へ引き返す、この船に乗って1854年にイギリスへ戻った。マクルアー隊は、こうして、初めて南北アメリカ大陸を一周して帰ってきた。 探検隊となった。また一部ソリを使ったものの、北西航路を西から東へ初めて通過した探検隊ともなった。彼らの帰還はイギリス中から歓迎され、マクルアーは爵位を与えられ、海軍大佐に昇進し、全員でイギリス議会からの1万ポンドの賞金を分け合った。ジョン・レイ・フランクリン探検隊及び彼に先立つ多くの探検家、そしてマクルアーや、 ベルチャーホカ、フランクリンの創作隊は、両方とも当時のイギリスの探検の伝統に、基づいていた。豊富な資金、立派な船舶、暖房器具や缶詰など近代技術の活用、そしてイギリス海軍の士官や、召喚の参加などである。これとは、対照的に、医師で探検家のジョン・レイは当時カナダ北方を、経営していたハドソン湾会社の社員であった。 ハドソン湾会社の探検は実用的な手法を用いた身軽で質素なもので陸路中心であった。フランクリンやマクルアーラの100人規模の艦隊が豊富な食料を積んで回路を探検していた時期、例は10人以下の隊員を率いて犬ぞりで陸上や氷上を移動し地元のイヌイットから習得した極北を生き抜く知恵を使いながら探検を行っていた。例は 北極圏を探検していた歳月の間に探検隊の死者を一人に抑えるなど最も犠牲の少ない探検を達成した。ブーシア半島やキング・ウィリアム島を探検した彼は1854年北西航路の一部をなすドルフィンユニオン海峡への出口となる水路を発見して帰ってきた。また探検中にフランクリン隊の遺品や その最後についての情報をイヌイットから得た。アムンゼンの乗ったホグネヨーアゴー回路による北西航路の横断は結局1906年までなされなかった。1903年、ノルウェーの探検家ロアールアムンセンは探検活動をやめさせようとする再建者から逃げるようにして47トンの構成狩猟船ヨーアゴーで大西洋から北西航路へ入った。 三年後、北極諸島を横断して、アラスカにたどり着いたアムンセンは、歩いて、アラスカ州イーグルの街に入り、古国へ探検成功を伝える電報を打った。彼は、バフィンワン、ランカスター海峡、フランクリン海峡、ジェームズ・ロス海峡、霊海峡と、東から西へ向かう航路を選んだ。キング・ウィリアム島とブーシア半島の間の霊海峡は、 新しい氷が多く比較的航行可能で、この選択が成功のもとになった。ただし水深がわずか1メートルと非常に浅い部分があり、ヨ和号だから航行できたものの普通の商船や軍艦での通過は不可能な航路であった。キング・ウィリアム島の南西海岸で2回越冬したアムンゼンは先住民から犬ぞりの使い方や 重火の着方など艦隊で生き残る術を学び、これが、後の南極などの探検に生きた。さらに、ビクトリア島の南を航海し1905年8月17日に、カナダ北極諸島を抜けボフォート海へ出ることに、成功したが、アラスカ沖で流氷に閉ざされ3度目の冬を越すことになる。彼は8 0 0トルを歩いて、アラスカ州イーグルに向かい、 北西航路を横断したという電報を打って、船に帰った。次の夏に氷を脱出した、ヨーア号は、ベーリング海峡を通過して、アラスカ太平洋岸のノームに入港し、ついに北西航路の横断航海に成功した。クヌートラスムッセン犬ぞりによる、最初の北西航路横断は、グリーンランド人のクヌートラスムッセンが1921年から1924年の、 第5回中レ探検で達成した。ラスムッセンと二人のグリーンランドイヌイットは16ヶ月をかけて犬ゾりで大西洋側から太平洋側へ到達した。北極海を行くヘンリー・ラーセン王立金畑場警察のヘンリー・ラーセンは1940年に北西航路へと出港し、史上二人目の北西航路横断航海に成功した人物となった。彼は バンクーバーからハリファックスまで、アムーンセントは逆に西から東への航海を行った。押し寄せる開票の圧力に対し、RCMP のスクーナー、ストリート、ロック号は何度も危ないところを耐え抜いた。ブーシア半島付近で越冬して1942年にハリファックスに到着した一行は、カナダ政府からのメダルを受け取った。1944年、ラーセンは、 ハリファックスからバンクーバーへ、ストリート、ロック号で、北西航路を、東から西に横断する航海に出航した。航路では28ヶ月かかった航海は、袋では大幅に期間が短縮され、史上初めて北西航路を往復した船になった上に、史上初めて越冬せずに横断に成功した船にも、なった。これは、船の大回収による強化と、航路より、 北の海図が所々できていない未開拓の航路を使用したことで可能になった。ストリートロック5は1950年にはパナマ運河経由で太平洋と大西洋の間を航海し北米大陸を初めて周回した船にもなった。1957年7月1日アメリカ合衆国沿岸警備隊のカッターユートシーュシーストリスは両船のカッター ブランブル及びスパルト北極海の水路の情報を調べ直し水深の十分な水路を発見すべく出航した。ストリスは北西航路とパナマ運河を通ってグリーンランドに戻りアメリカの船で初めて来たアメリカ大陸を周回した船となった。1969年大型石油タンカーであり史上最大の砕氷船でもあるアメリカのマンハッタンは カナダの砕氷船、ジョニー・マクドナルドと共に、北西航路を公開した。当時、アラスカ北極海沿岸のプルドーベイで大油田が、見つかり、その輸送に、パイプラインではなく砕氷タンカーを使った方が安く、運べるのではないかとの案があった。大西洋岸からカナダ北極諸島を通り、アラスカ北岸で石油を積んで帰ってくるという航海は、成功したものの、 カナダとの間で北西航路の通行権問題が発生したほか、コストが予想以上であることも分かり、結局アラスカ州を南北に縦断した平洋岸のバルディーズで原油をタンカーに積み込むというトランスアラスカパイプラインシステムが建設されることになった。1977年6月。 ウィリー・デロースは13.8メートルの鋼鉄製ヨット、ウィリーはでベルギーを出港し、北西航楼団に挑んだ。彼は、海が凍る前の9月に、ベーリング海峡に達し、カナダのビクトリアに寄港した後、南米最南端のホーン岬を回って、ベルギーに戻った。彼は、世界で最初に、 南北アメリカ大陸を全部線で一周した人物となった。1979年には、堀江健一が、ヨット、マーメイド号による縦回り世界一周を目指したが、夏のカナダ北極諸島海域で、ヨットが流氷に閉じ込められ、北西航路の通過に3年を費やした。1984年、商用客船で対抗リブネのエクスプローラーは、最初に、 北西航路を横断した、クルーズ客船となった。1986年7月、イギリスのヨットマン、デイビッド・スコット・カウパーは、長さ12.8メートルの救命用モーターボート、メーベル・エル・ホラントに乗って、イングランドから、北西航路へ出港し、3回の冬を越えて1989年8月に、ベーリング海峡に達した。 そのまま希望本周りで1990年9月にイングランドへ戻り、北西航路を通って世界一集公開を行うことに成功した。21世紀に入り、世界の海運業界は競争がますます激しくなっており、コスト削減、到着時間短縮、船舶大型化などが年々進められている。コンテナ船やタンカーの大型化により、パナマ運河を通れない、 大きさの船は一般的なものになっており、スエズ運河やマラッカ海峡を通れないほどの大型船が登場するのも時間の問題である。大型船がこれらの狭い航路を通れない場合には相当大回りの航路を使わねばならず燃料費や所要時間が大きくなってしまうという問題もある。また、スエズ運河や中東には地域紛争の不安がマラッカ海峡や ソマリア沖には海賊の不安があり、特に海賊の王孔は保険料の高騰や迂回航路による燃料費の増大を招いている。もし北西航路が使えたら東、アジアヨーロッパ間は距離が相当短縮でき燃料、時間、船舶大型化の問題も解決できる。北極海の沿岸や海底にある天然資源の採掘や運送も北西航路経由なら 容易になる。また、海軍の軍艦、潜水艦や輸送艦隊が北西航路を通って大西洋から太平洋へ迅速に移動できることにもなり、軍事や地政学の面においても北西航路開通は重要な意味を持つ。北極の氷の縮小。2007年と過去との比較2000年夏、いくつかの船が北極海を覆う氷が薄くなったことを利用して、 北西高楼団を行った。地球温暖化によって航路が氷で覆われる期間が短くなっているためとみられ、大型船の航路としての魅力が高まっている。しかしながら、北極海を通る航路を作るには随行する、砕氷船やその母校建設など、巨額の投資が必要である。カナダの海運業界は、10年や20年以内に、北西航路がパナマ運河に変わる。 新たな航路となることはないと見ている。2007年夏、北極の流氷の記録的な少なさのために北西航路が開いた。2007年9月14日、欧州宇宙機関は1978年の記録開始以来初めて北西航路から氷が消えたと発表した。20世紀後半以来北極の氷の範囲は年々縮み、2007年夏には 完全に航海可能な状態となった。餌は夏でも溶けずに残るような海氷が複数年にわたって溶け、その覆う範囲が縮小しているため、かつては夏の気温が高い年しか通行できなかった、あるいは特殊な船や探検航海でしか通行できなかった、北西航路が一般の船でも航海可能になるだろうと示唆している。また餌の報告書は、 2007年夏の状況は北西航路の開通が予想より早くなるだろうことを示しているとしている。かつて夏でも氷が溶けず多くの探検家の命を奪ってきた市の海は氷の消えた使える海へと変わりつつある。この年少なくとも3隻の船が北西航路通過に成功した。ロイヤルバッチシェルは2012年までアラスカ沖北極海で 探査活動をしていた。2012年現在、光ファイバーの付設が計画されている。アメリカ沿岸警備隊の大型採氷船、ポーラーシート、両船、ポーラースター北西航路の一部、特に、カナダ北極諸島を貫く海峡は、年のほとんどを厚い氷に覆われているので、野生生物や、先住民にとっては、往来に必要な生活圏である。 北西航路が頻繁に使われるようになれば、船舶事故で油の流出事故が起きて、北極圏の生態系に破滅的な打撃を与える可能性もあるほか、外国の軍艦などの通過も予想される。こうした懸念から、カナダ政府は、北極諸島の海峡は、カナダの領海である、内水であると主張しており、ゆえに、カナダ政府がこれらの航路の通行を阻止できるとしている。 欧州連合加盟諸国を含む海洋国家の多くは、これらの海峡を海洋法に関する国際連合条約に基づく国際海峡とみなしており、外国船は安全に通行する権利があるとしている。アメリカ合衆国は国際連合海洋法条約を批准していないが、やはり北西航路は国際海峡だと主張している。もし国際海峡であるならば、 カナダ政府はこれらの海峡における漁業の操業規則や環境対策に関する規則、密輸取締まりのための法律などを制定できるが、船舶の通行を阻止できなくなる。1985年、アメリカ沿岸警備隊の大型採氷船、ポーラーシーが北西航路を通過した際、アメリカ政府は、カナダ政府には通行の許可を求めないことを強調した。アメリカ側は、 この航海は、グリーンランドからアラスカへ、再氷船を開港させるだけであり、この通行には、コスト削減以外の意図はないとし、国際海峡を通過するのに、沿岸国の許可はいらないと主張した。カナダ政府は、翌1986年に、カナダの北西航路に対する権利を、再び主張する宣言を発表したが、アメリカ政府は、この宣言を拒否した。 1988年には、カナダとアメリカは、北極における協力という合意に調印した。この合意では、主権問題の解決は行わなかったものの、アメリカの再標船が、北極諸島を通過するときには、カナダ政府の許可を求めることが明記された。原子力潜水艦シャーロット2005年11月29日、アメリカ軍の原子力潜水艦シャーロットが、 北極海の氷の下を航行し北極点で1.5メートルほどの氷を破って浮上した。この後、米軍原戦が北西航路をカナダ政府に知らせずに往来しているという説が取り沙汰されカナダの国民感情が沸騰した。2006年のカナダ連邦総選挙後の記者会見で選挙に勝利したカナダ保守党のスティーブン・ハーパーはアメリカ大使による北極水路は 国際海峡であるという声明に反論し、北極における主権をより強固に確立する、カナダ政府の意図を説明した。2006年4月9日には、カナダ軍の北方統合任務部隊は、カナダ軍はもはや街頭海域を、北西航路とは呼ばず、セントローレンス湾など、カナダ周囲の海域を含めて、カナダ内水と呼ぶと宣言した。さらに宣言の後、 カナダ軍部隊による北極諸島探検ヌナリブと作戦を成功させた。2007年7月9日、カナダのハーパー首相は極北に大推進の港湾を建設すると発表した。政府のプレスリリースには首相の発言は次のように引用されている。北極地域の主権を守るにあたり、これを利用するか失うかという選択肢があるが、 我が政府にはこの主権を断固守るという意思がある。カナダの北極地域は、北方国家としてのカナダのナショナルアイデンティティの中核を成し、我々の歴史の一部であり、我々の将来の潜在的可能性を示すものである。ありがとうございます。